はい、占い評論家の岡田です今日も少し男性の声の話をしてみたいと思いますまず1つ目男性らししいが少し高めの声女性的ではないけれどもよく通るクリアな少し高めの声は前向きな印象で情熱を感じさせますムードを演出するのも上手で相手の心をワクワクさせる声質です、えー、情熱的で魅力的な声ですが冷静に見せたい時きの逆効果となります えとまあ割とですね、男性のアナウンサーで好印象を与える声はこのタイプですね。少し高めくらいですね。次、男性らしく低めの声の場合です。男性的で低めの声は頼もしく分別があるという印象を与えます。あまり低すぎないほどほどほどの高さだと、知性的で冷静かつ慎重な印象で好感を持たれます。頼りがいがあって理性的ですが、はしゃぎたいときこの声では盛り上がれません。あの、 なんていうか非常に落ち着いた感じのトーンですよね。やや低めと言いますのはね。そういった風に声の質によって与える印象というのも変わります。では次回は今度女性のタイプを見てみたいと思います。